今年の新物の箱です。これ、これ。ラオスコムってこれ褐色色、飴色ですね。真っ黒じゃないんです。これが昆布の王様と言われているグルタミン酸の量が一番多い昆布ですね。あの日高昆布なんかと比べて全然旨味成分が違いますね。こういうあのラオス昆布っていうのはこう等級別に色が、あの赤い紐は2等、緑色の紐が1等、それから紫色が3等、4等が茶色、ね、5等が黄色というふうに等級別に昆布の大きさと肉厚ですね。まず江戸時代の北前船の話が始まりますけど、一番やっぱり僕は大きい理由はこの黒部市育児の人たちが北海道出稼ぎに行って、そしてあのお土産に持ち帰って食べたんです。50分の1、20ミクロンで売ってます、20ミクロンで、あのお食べてる黒トロロは40ミクロンで売ってます。厚い方が色が黒く出るんで、黒いトロロ昆布作る時にはちょっと厚めに削ります。いや、たまたま黒いトロロ昆布は富山県が一応よく売れるんで、富山県の人はおにぎりにまぶしたりご飯にかけたり食べるんですよ。で、昔は職人さんが昆布の表面を削ってたんです。今プロ職人がいないんで、どうやって作るか考えたら、白い昆布、薄い昆布を集めてして、味のいいやつをねプレスして削ると美味しいやつ。だからラオス昆布も入ってるし、利尻昆布の一年生の薄いやつも入ってる。おにぎりとか、あとね、富山県でおでんにのせますね。おでんにのせて、ほんで汁に塩こう染み込ませて汁食べる。富山県ではおでんにとろろ昆布ってこれ定番品です、ええ、白い方ね、白いとろろ昆布の方ね、黒い方はほとんどおにぎりとかご飯に振りかける程度ですけど、白い方はそうですね。で、卵乗せて、豆腐乗せて、で縛った昆布とかありますよね、そこの上に通ってとろろ昆布その通ってます。それをトッピングして、でそれをこう汁につけながらこうやって、非常に美味しいです。